1>, 1ヶ月あたりのトランザクション数ビットコインのスケーラビリティ問題とはビットコインにおけるブロックチェーンのブロックサイズが1メガバイトに制限されている結果起きている問題である。1メガバイトよりも大きいブロックは無効なものとして自動的にネットワークから排除される。ビットコインブロックは最後のブロックが作成されてからビットコインネットワーク上でトランザクションを処理する。これにより 1>, 1秒間に3から4トランザクションを処理できるようになっている。1メガバイトの制限はビットコインにおいてボトルネックを生じさせ、結果として取引手数量の上昇と一つのブロックに収まらないトランザクションの処理の遅延を引き起こした。ビットコインの規模をどのように拡大するかについての様々な提案があり、論争となった。2017年にビジネスインサイダーは、 この論争をビットコインの将来についてのイデオロギー的な戦いと特徴づけた。2017年7月21日、ビットコインのマイナーがビットコイン改善提案91と呼ばれるソフトウェアアップグレードをロックインしたことで物議を醸したセグリゲイテッドウィットネスアップグレードはブロック477,120でアクティベートされた。 ブロックサイズの上限も2017年11月に2メガバイトに上げられる予定になっていたが十分な合意が得られていないことを理由に計画は一旦停止されている。ブロックチェーンにおけるフォークとはブロックチェーンが2つに分かれた時のことを指す。ビットコインネットワーク上のフォークは2人のマイナーがほぼ同時にブロックを見つけた時などマイニングプロセスの一部として定期的に発生し、 その結果ネットワークは一時的にフォークする。その後に後続のブロックが追加されより長いチェーンとなった方のブロックが有効となり、もう一方のブロックはネットワークにより効率されることでフォークは解消する。ブロックチェーンは開発者が有効な取引を判断するために使用していたソフトウェアのルールを変更するときに意図的にフォークすることもできる。コインデスクによれば、 ハードフォークは古いソフトウェアで有効とみなされない新しいブロックを作れるようになるルールの変更である。ビットコイン XT とビットコインクラシックは両方ともブロックサイズの制限値を上昇させることを目的とした提案で、それらはコア開発者のエリック・ロンブロゾによってスケーラビリティを改善する手法としてハードフォークと呼ばれた。しかしながら両方の提案への支持は 時間が経つにつれ減少していった。ビットコインアンリミテッドも、また、ブロックサイズの制限を調節する提案であり、結果として、ハードフォークとなる。ネットワークの全参加者が、フォークに従わない場合、ハードフォークはネットワークを分割することができる。例えばイーサリアムクラシックは、ザダオへのハッキング事件への対応が分かれたことで、イーサリアムネットワークの、ハードフォークの結果として誕生した。 ハードフォークとは対照的にソフトフォークは古いソフトウェアからも有効と認識されるブロックを作るルール変更であるソフトフォークでも新ルールによってアップグレードされていないソフトウェアが作るブロックが有効なものとみなされなくなった時にネットワークを分割することができるセグリゲイテッドウィットネスはソフトフォーク提案の一例であるブロックストリームの共同創業者と開発者の ピーター・ウィールは2015年12月にセグリゲイテッド・ウィットネスを提案した。セグリゲイテッド・ウィットネスはビットコインソフトウェアの癖として知られているトランザクション転生の解決を目指したアップデートである。セグウィットは署名データを他の取引データから分離するシステムである。セグウィットはスケーリングの解決策として提案されてきており、2つの方法で影響を与えている。 第一に、クイントレラフは、セグウィットのアクティベーション後すぐに、約2メガバイトの範囲で容量を拡大すると予測している。第二に、トランザクション転生を解決することで、コインテレグラフは、セグウィットでビットコインの上に、新たなセカンドレイヤーを実装できるようになると考えている。ユーザーアクティベートソフトフォークは、ネットワークの計算力を提供するマイナーの指示を、 えずにブロックチェーンのアップグレードを行おうとする物議を醸したアイディアである。ビットコインをスケーリングする様々な提案が提出されている。2015年にジェフ・ガージックによって BIP100 を意味するがゲイビン・アンデルセンによって BIP101 が提案された。2015年の中頃に一部企業がブロックサイズの上限を8メガバイトにすることを指示していた。 セグリゲイテッドウィットネスアクティベーション2017年5月デジタルカレンシーグループはセグウィット 2X と呼ばれる提案を提出したと発表したビットコインの合計ハッシュレートの80%以上でセグウィットをアクティベートしビット4でシグナルし6ヶ月以内にブロックサイズを2メガバイトまで上げるというものであり提案はすでに合計ハッシュレートの80% 以上の指示を得たと主張している。2017年6月、セグウィット提案は、米国特許商標庁に提出された特許を侵害している可能性があるという主張でさらに複雑化した。2017年時点で、この提案は、ハッシュレートの90%以上の指示を得ていると報じられているが、このプロジェクトでの作業は招待者のみのグループに限られているという点で議論になった。 2017年7月中旬、マイナーが2017年8月1日のユスフの実行前のセグウィット 2X の実装を指示し、ビットコインネットワークのハードホークのリスクを回避しようと試みていることが明らかになった。7月21日に BIP91 はロックインされ論争になったセグウィットのアップグレードはブロック477120でアクティベートされた。 8月8日までにビットコインのマイニングプールの100%がセグウィットのサポートを通知したが、セグウィットは8月21日までは実施されない。ただしその後はマイナーはセグウィットをサポートしていないブロックの排除を始める。当初、大半のビットコイン取引はアップグレードを使用できなかった。10月の初週にセグウィットを使用した。 ビットコイン取引の割合は7%から10%に上昇した。ビットコインのブロックチェーンのハードフォーク、セグウィットに反対するビットコインのマイニングプール、通貨交換のバイオブトックなどによって2017年8月1日に誕生し、ビットコインとはブロック478,559以降から分岐した。ハードフォークの後、ビットコインの所有者は、 所有量と同量のビットコインキャッシュを所持することになった。ビットコインキャッシュはブロックサイズの上限をセグウィットを導入せずに1メガバイトから8メガバイトに上げた。8月1日の夕方までに b c h の時価総額は暗号通貨で3位になった。多くの暗号通貨取引所は8月1日に備えて数日間一時的にサービスを停止した。 2017年8月のセグリゲイテッドウィットネスの実装はセグイットで有効ブロックサイズを上げることを望む側とハードフォークでブロックサイズをより大きくすることを望む側が妥協したニューヨーク協定の半分のみであった。あとの半分のセグイット 2X は2017年11月にハードフォークでブロックサイズを2メガバイトに上げることが含まれていた。セグイットは セグイット 2X に関与していない人々によって作られており、彼らの大半はセグイット 2X に反対していた。セグイット 2X のハードフォークはビットコインキャッシュのハードフォークよりも論争となった。もともとニューヨーク協定を支持していた一部企業は提案の支持を取り消した。11月のハードフォークで8月に作成された第二のブロックチェーンに次ぐ、 新たなブロックチェーンをもたらす可能性があった。暗号通貨の取引所ビットファンスヒトック及びセックス、イオはオリジナルのチェーンは BTC であり新たな2メガバイトのチェーンは B2X と宣言した一方で、ビットスタンプ、ビットフライヤー、クラケンや他の取引所の立場は公式には発表されていない。ニューヨーク協定の一部の署名者は、 ハードフォーク後まではどのチェーンがビットコインと呼ばれるのかを決めないことを示唆した。主要な争点はセグウィット 2X の開発者がハードフォークのビットコインキャッシュで実装された強力なリプレイプロテクションではなくオプトインのリプレイプロテクションの実装を選択したことだった。オプトインのリプレイプロテクションはセグウィット 2X のチェーンが セグウィット 2X でのみ有効なリプレイプロテクトされたトランザクションに加えてオリジナルのチェーン向けのトランザクションも引き続き受け入れることを意味している。オリジナルのビットコインのチェーン上でトランザクションを送信またはリプレイプロテクトされたセグウィット 2X のトランザクションの送信を怠ったユーザーは両方とも自身のトランザクションが他のチェーンにリプレイされることに脆弱になり、 偶発的な資金の喪失をもたらす可能性がある。この強力なリプレイプロテクションの欠如はビットコインのコミュニティで激しい論争を生じさせた。著名なビットコインコアの貢献者でブロックストリームの従業員のグレゴリー・マクスウェルは以前のブロックサイズを上げる協定は強要されてなされたものだと主張した。 セグウィット 2X の実装はマイナーにより多くの取引手数量が入る一方で、サイドチェーンでのブロックストリームに入る手数量は減少する。また、マイナーの力が増大する一方で、コア開発者の力が減少する。セグウィット 2X の一部の支持者は、ビットコインコア開発者のビットコインプロトコル開発での知覚力を最小限に抑えることに熱心な一方で、 一部の反対者は少数のマイナーにより力が集中するのを望まなかった。2017年11月8日、セグットに X の開発者は2017年11月16日頃予定していたハードフォークは十分な合意が得られなかったことで当面は中止されたと発表した。ビットコインのブロックサイズを2倍にするハードフォーク計画の失敗を受け、 ビットコインのスケーラビリティ問題を解決するために2016年から始まったビットコインクラシックの開発者グループはビットコインキャッシュを通じてクラシックがその目的を果たしたとし開発を停止するとの声明を発表したニュースの後ビットコインは大幅に下落したがその後価格は回復したライトニングネットワークはビットコインをチェーン外にスケーリングすることで スケーラビリティ問題の修復を目指す開発中のプロジェクトであり、ブロックチェーンを利用することなくマイクロチャンネル状態を更新できるようにすることでマイクロペイメントを実現可能にするものである。つまりトランザクション処理の大半はチェーン外で行われ、ブロックチェーン上で行われる処理はチャンネルを開くためのデポジット処理の時とチャンネルの閉鎖時のみである。注目すべき点は ライトニングネットワークは新しいサイアッシュフラグなしでトランザクション ID を取得するためにトランザクションの署名が必要な時に全当事者が署名する前からトランザクションを使用できることを保証するためを幅に取引スピードの向上が図れる。ライトニングネットワークの他の独特の側面としてマルチキーシステムを利用し一つのトランザクションに複数のユーザーが参加できるようにする。 コミットメントトランザクションがある。混雑の判定は主にマイナーにかかっているため、本ネットワークは誠実なマイナーが51%攻撃を計画しないという前提に基づいている。ありがとうございます。